行ってみましょう。オッケー。さて、来い、来い、来い。マジで？そりゃねえぜ。展望台見ちゃおう。これは病みつきになっちゃう。でもさすがにちょっと早速やっとく。何？あ、今多分あれか、サボタージュで姿変えられてんだ。さて、なんだこれ。見たいよ。さすがにこれは見ないと。一旦ね。最初の方でボタン押したらいいんだっけか。そういえば。まあ、チェック最初のファースト。最初のクールタイムだけ10秒やから。えらいな。ファーストチェック。えらい。そういうのできるのえらいわ。何かは。なかなかできるもんじゃねえよ。いや、こういうね。誰が入れてんのよ。オッケーオッケー。あ、展望台にしよう。意識しすぎちゃうとよくないけど。あ、オッケーオッケー。よしよし、安心の。安心の。安心の白いわ。両親、両親。安心できんの誰だ。なあ。早く、早く、早く。え？早く、藤野。いや、もうほんまに古本さんが一番怖いわ。クルーやん。何これ？今、なんのこれ？通信妨害か。通信妨害ぐらいはまあいいのか。よくないよくないよくないで。衣装別に妨害も大丈夫だ。死にはしないの。何がいいねん。誰か直して。じゃあ直せよおめえがよ。います。あ、もうあっちか。あ、直ったね。あ、OKOK。コロンがした。助かるわ。ウルコンがここ。あ、いてへんやんけ。ん、どうした。何言ってんねや。マニちゃん、僕が落ちました。間に合いました。あ、ほんまに。いや、嘘つけ。僕がやりました。見てくるからな。ちょっと俺も行きたいな。もう僕がやる。俺も行く、俺も行く。行こうぜ。すー。行こう行こう。お？二人でリフト気持ちいい。ここは？なんもない。このキノコ邪魔だな。なんもない。キノコエグいっすね。ね。え？ちょっと。こっち側来たんだったらば、まあついでに見ちゃうよね。ついでに見に行っちゃう。どうした？どうした？はい、課長何は面白かったでしょう。何があったどっちかは分からへんねんけど、はいはい、なんか課長が地面に吸い込まれていってた。課長よ。え、どういうこと？どういうこと？ただそのテルテルの可能性もある。そうか、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 そうか。いやだ、今回からテルテルができるようになったんだ。わざとそれ見せたっていう可能性ある。釣ってね。じゃあもうピラノさんには触らない方の可能性。そうね、ちょっと触れない方がいいと思う。そうやね。いや、でもインポスターやったらやばいから。逆にも今思いっきり釣ってもええけどな。ただね、トシャン、さっきのそのピラノをわしとトシャン2人で弁当入るとこ見たんやけど、この前の議論の時とか今もせやけど、わしピラノと最初2人でたまたま2回とも同じ脇位置なんよ、2人っきり。結構な時間経ってて殺されてないのよね。なるほど。わしはてるてる説は結構濃いと思って。いや、わかる。今課長がさ、黙ってんじゃん、課長今。多分ね、口出したらボロが出るの分かってるから黙ってんの、こいつ今。そのなんでこんな悔しい思い。ボロが出るの。なんでこんな方々から悪口を。じゃあ分かりました。分かりました。やらないわけない。分かりました。やらないわけない。じゃあ俺てるてるだよっていう人手挙げて。すごい。そんないらっしゃる、そんな人。じゃあ、おれへんじゃん。
あ、じゃあピラの人がさ、シェリフでシェリフでピラの打ったらあかんの。あ、いいのか。あ、いいですね。あ、そうか。あ、そうか。せやわ。そっか。はい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 。まあどっちだったかわからんくはなるけど。それで終わり。いいの。なんでだよ。割と白いだろう。よし、いやーよく見てくれたね。だけどそっか、今回かそのてるてるがね弁当入れるようになったからわかんないんだね。いや課長にとって弁当ってのはさぞかし居心地がいいんだろうな。いやーそう、展望台見に行きたくなるね。これこのマップは楽しいな。さてとりあえず課長、あ、何シェリフ、シェリフ連れてきましたよ。あ、マジ誰、サンさん、あれ、マオスさんどこ行った。いや、見てないなーというか、マオくんもそう、課長も。さっき任命したんですよ、マオくん。あ、任命したんだ。あ、そういうこと。待ってます、めちゃめちゃ多いな。死んでる。ちょっと待って、うん、死んでる。マオくんも両方今言ったよ。どういうこと、どういうこと、誰が見たの。ウルコンさんが来て、ファンキーさんが見ました。確かに、今何が起きたの、何が起きたかわからんかった。何がどうなってたの。課長側説明すると、シャオちゃんから俺は力をもらって、はい、そうですね。そしたら研究室まで行ったら笑いながら弁当に入るピラノさんがいたから、まあ、姿を見せてごらんよって言ったら出てきてくれたから殺しました。ナイス。確かに僕村長で任命しましたんで。ナイスナイス。あ、そっか、シェリフでこれいけたってことね。そうね。じゃあもう、すいません、テルテルは確定。じゃあ、テルテルは確定。人外は確定。人外は確定。インポスターの可能性は一応あるけど、そっか、一応あるか。そうそう、どっちかわかんない。あ、そうかそうか。で、ファンキーさんをやったのは会議の直前にフルコンさんが、展望台にファンキーさんとユゲさんと僕でいて、そこにフルコンさんが来て、ファンキーさんが死にました。あ、そうなの。おやおや、展望台、ちょっと待って、なんか俺みたいやん。ちゃう俺みたいやんけ。ちょ、待ってくれ。違う、俺だって後から入ってきてんねんから、むしろ一番距離遠いやんか。俺見えてへんから。逃げっぽじゃん。いや俺展望台、ちょっと俺展望台見てたから分からへんねんけど。じゃあチーノちゃん。いや、フルコンさんが見えてたって。おい、チーノ。フルコンさんも展望台入ったの。入ったよ、入ったんやけど、入って。なんかチーノ君の声とかは確かに聞こえてて、なんかみんなおるなって思った瞬間マオだったから、あの何が起こってたか分かってない俺は。だけど入ってきてるっていうか、いやっぽいっすね、フルコンさん。なんか急に入ってきて分かりませんっぽいっすね、それね。あれ、なんかチーノ急に近づく増えたな。チーノ、チーノ、原子炉でフルコンさんの声がしたっていうパワコさんの証言が。俺最後原子炉にいたんですけど、最後の方フルコンさんの声してたから、多分ほんまにギリギリやと思う、上がってたの。あ、そうやろ。ギリギリぶっ殺したんやと思います。ドア開けてんの見て、そっち向かって、え、結局シャオちゃん、これチーノ嘘ついてる。シーノ嘘ついてますね。え、そうね、そうテンションになってんの。じゃあもうテンション、我々は。おお、行くね。さあこれで、ね、インポスだったらちょっと怖いわ。チーノくんがあのテンション感で嘘つけたら怖いわ。なるほど。ああ、まあでもマオくんはもうじゃあ信用していいんだな。うん、これはもうシェリフだね。フルコンさんじゃんこれ。もうだったら、え、そうなの。え、そうなの。なんでちょっとチーノオアフルコンっていう、まあどっちかだよね。どっちかだから、こっちのやつを直しましょう。じゃあフルコンさん来たら芝が直してる。フルコン、フル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 展望台の、フルコン展望台、もう展望台だな、強いな。あ、お願い、これ壊して、これ壊してるよ。うん、お願い、私手汚したくないの。出てこいフルコン、出てこいフルコン。どこだ。おお、やってる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 。今の何？今のフルコンさんでしょ？逆にフルコンさんじゃないの？いや、何？俺見てた。双眼鏡見てたで。双眼鏡。そう、双眼鏡見てた。今フルコンさんが双眼鏡見てんの、俺がずっと横で見てたから。いや、今のはちょっとね。正直真央くんがシリフで特攻して弾けたようにも見えちゃった。ああ、なるほど。それか。これを、なるほどな。俺をやりに来たの。ありえるな。あ、とりあえず確認度差でフルニキチェックの2発まで撃てんねやったっけ。あ、そうそう、それは2発撃てるから。なるほどね。そう言われるとそう見えるわ。でもなるほどね。
その誤射の可能性もない。そんな何も言わんと撃つことあります？シェルフが。まあ確かにね、そんなノータイムで、そうビューンってきてバーンって死んだからいきなり。あ確かに、あそうか、撃つよ撃つよとか確かに言ったほうが安全でしょ、周りに人いたら。確かに、いや、あのそっちの方が白なるもんな。いや事前にそのフルコンさんを撃つ気満々の話はずっとしてたよ。そうなんやみたいな感じの流れで、うん、展望台にフルコンどこだフルコンどこだみたいに言いながら、うん、砂溜富士真央、うんうん、で俺もおったよ。俺もそうだ。ただそのフルコンさんとユゲさんが一緒に双眼鏡をその片方ずつかな、気持ち悪い感じで見てたんやったら、うん、いやそのそんなことしないでしょ。フルコンさんを撃とうとした真央君がそのユゲさんを撃ってしまって自爆っていう、あそのパターンね、パターンもあるんじゃない。あのね、めちゃめちゃ密集してた、4人ぐらい固まりながらドドドドって展望台に入ったから、俺過去にやったことあるしな。なるほどね。だから結局分からへんから使えねえやつだなあいつは。ちょっとこれやばいな、任命責任問われる。使えない、使えないし。あいつに銃渡したの誰だよ。任命責任が。あーやめて、責めないで俺のことを。まったくよ。やめてください。小野君が村長やね。そうそうそう。まあうん、なるほど、ね、人数減ってきたから言っときたいですけど、僕パン屋です。あそうなんだ。おーなるほど、白増やしときます。おー、うん、なるほど、はい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 、しゃ、まあ俺普通のクルーだからな。なんかさ、普通のクルーですっていうのがさ、なんか一番信用ねえよな。黙れてんな、まあ、死んでもええけどな、もうな。じゃ本当に、あれ車さんどこだ。こうした鬼消えた。あー怖い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 。私どこに行こうかしら。あ、これここ開けないとダメだね。くそ、これ邪魔だな。はい、うん、オッケー。さてと、どうしよう、タスクした方がいいんすかね。はい、でこれはこうか。あ、楽しい。あれ、真央くんが普通に自爆した。うん、行こう行こうぜー。おー、藤くん。うん。大丈夫な人ね。私は本当に大丈夫なの。自分でも思うけど、私の人生つまんないくらい。本当に。いや、望遠鏡やみつきになるな。あれが怪しいと思う。確かに。ちょっと。あ、偉いね。何？怖すぎて押しました。ちょっとどうした村長、人間不信になっておられる。村長落ち着いてください。ことがある。村長です、落ち着いて言ったから、なんかみんなに狙われてる気がして。そうやな、そっか、猛襲で、うん、シェリフおらへんからな、うん、もう確定してるもんね。すごい人に覚えてる。ゆげさんめっちゃ歌いながら僕のことを追いかけてきますね。そんなもん。気のせい、ゆげさんじゃなかった。歌うタイプのシリアル気だな。いや、後ろからそう、確かに僕の大好きなクラリネットって言いながらちょっと怖い怖い。もう早く出てるって。ちょっと聞こえたな。めちゃくちゃ怖い。しかもなんか怖い声で歌ってたよな、確か。いやちょっと、ちょっと俺もなんかいつやられるか分からへんから、ちょっと声震えてたんかもしれない。ビビりながら。あーなるほどね。そうそうそう、歌ってた。天然ビブラート。とりあえず白いのがシャオくん村長で、トウコさんがパン屋。パン屋ですね。パン屋。あとなんか役職あって白いですよっていう人おらへんの。まあでももう出し切ってるんじゃないですか。まあ、ね、マイヤーか。そうか、マイヤーはメイヤー。マイヤーはシヤ。マイヤーは俺や。メイヤー、マイヤーはシヤ。マイヤーはシヤ。メイヤー言う必要ない気もするけど。メイヤーいないの。確かにいないの。メイヤーいないかな。あ、いるなら言う。メイヤー、まあメイヤーいるやったら言うでしょうね。そうやろうし、ここなんかワンちゃん死んでた場合乗っ取られるかもしれへんから怖いな。確かに、確かにね。で俺は私です。うわ、遅いな。なるほど、それなるほど。かまかかまかけてたい。はい、私です。ゆっくり出たな。本当に。あ、そうか。のでもあの、全員スキップした時に8票あれば、うん、あ、確かに星野さんが本物で、はい、見たらね、票数見てください。あ、でもそうか、インポスターが無投票の可能性あるのか。そうすると、あ、そっかそっか、それを言ってしまうと。あ、そういうテクはあるね。うまいことやるやん。あ、だから星野さんが適当に誰かを
あーなるほど。あ確かに二票ね。そうですね。二票集まってる人がいたら年下さん。はい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 。いいねそれ。はいはい。じゃあじゃあこの人にこの人にしよう。誰だ？フルコンさんね。なるほど。あれ？ここ二票入ってんこれまだそっかあれ？インポスターってまだ二人いるのか？そうだよな。てるてるがいないだけでも、そっかそっかやばいね。そっかまだインポスターって2人いるんだもんね。2人、いや1人死んでるかもしれんけど。マジで？そうだっけ？あれ、あいや2人生きてんのか。生きてるとしたらでもなんかやばくね。さっきの投票さ、フルコンさん以外の方に2票入ってるからさ、2人いるんじゃね？キルペース遅くない？君本当にパンやかい。知らん。助けて。ああ、来た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 。何もせえ。何もせえやんか。俺死ぬ。怖えな。何もせえやないか。フルコンさん、フルコンさんの白は俺が証明する。大げさなんやから。フルコンさん結局白いんだろうな。確かに。フルコンさん、俺割とフルコンさんと一緒に行ったんすよね。あ、本当？でしょ？あ、やった！おめえ、この野郎！湯気っぽだ！湯気っぽだ！今の湯気じゃん、あいつ！何してんの、お前！いや、違う、今のは違うでしょ。あなた、大変すぎでしょ。え、俺？メジェド様が辻斬りしていった。いやいやいや、違う。いや、今、ビッグ、なんかピチャって言ったけど、今ちょっと目つぶってたからわからんかったけど。いやいやいや、何してんねんお前。もうどうでもいいんかお前。いやいや今のいや富士ちゃう。あんな一目散に逃げてどどどどどどどバチューたたたたたたって逃げてたけどすごかったよ今の。ボンバタックが堂々やったわ。今ちょっと目つぶってたからちょっと無言で去ってくるのまた怖いんだよ。そういう時あるもんね。じゃあもうじゃあもう湯気さんと砂雨さんでいいね。まあそうかそうなるね。まあまあまあそういうことか。そういうことか。そうなるね。じゃあまあまあ一旦湯気さん好きなもん入れちゃおうかな。そう好きな。おお、トッシャに入る。じゃあやっぱりまだインポスターはいるんですね。はい、砂さんだ。じゃあな、うん、よく燃えるわ。あれ、おたの嘘。え、課長ってテルテル、あれもう一人誰だっけ。あ、チーノくん。あれちょっと無理やったわ。ナイス。いや俺もあれあの瞬間フルニキを吊るし上げようと思ったけど、結局着いたら俺も怪しまれるから LINE になっちゃうっていう。そうそう LINE になっちゃうから外したけど、なんかもう無理やなと思って。いやー、ください。俺記憶力全然ないんだけどさ、あチーノくんってうん、はい、いつ追放したっけ。俺も富士と一緒に追放したっけ。そう、2人で殺されました。いいね、殺したぞ。ウケさん、こちらの人見てよ。フルコンさんになすろうとした時ね。あー、あの時。あ、そう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 。あ、そっか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 、あったわ。しっかり議論で釣られてた。そうやそうやそうや。バッチリバッチリ。そうなんすよ。ハンキーが多分チーノ君に連れてこられてて、うわーって。一番恥ずかしかったのはテルテル君やから。そうはね。だからなぁ、あれさぁ、ほんま、下手くそ照れてるから。しっかり弁当見せたのに。綺麗に全部考えてることバレた。確かに、なんか、あれ綺麗に考えてることがバレてることも恥ずかしかった。恥ずかしめを受けたよ、俺は。